だけど、俺の方飼ってんのかよ、と思って。だって、狼とかで飼ってるっしょ。俺、狼でやたら、あのね、2日前だったかな、やたら、狼しか、あ、狼しか勝たない。昨日だったっけか。狼しか勝たないって、村勝てないっていう。4回ぐらい狼で勝つっていう。村が1勝しかしないって、1勝6敗だか7敗だかっていう。です。うん。夜が更けました。アイソン。人狼に、人狼の勝ヒロちゃん、はい。あ、わあ、気楽でいい。気楽でいいっすよ。適当でも、あの、負けでも、勝っても、まあ、もう流し気味でもいいですよ。はい。はい、任せます。もう自由でいいですよ。はい、自由で。まあやりたくなさそうだったら適当でいいよ。ああ。そのくらい割り頑張れもらわなくてもいいし。やっぱそうだったら配合割ればいいんじゃない。よ。粘ってもね、もうねえから。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに一番。のプレイヤーが発言します。はい、占い師になりました。5番さんに白が出ました。はい、そのボタンも便利だけどね。やっぱそうです。6番さんワイヤルと結構不便さを感じるよね。はい、そのボタンって、まあ、それ置いといて、僕の進行はワイヤルとね、なんだろう、この位置でちょっと不利なんで、やっぱみんないっぱい話してほしいってところでね。超人気でしょこれ。すごい楽しみ。6レベルになって初めての村がこの村で良かったと思ってるんだけど、ちょっと言いたいことがあって、僕真の占い師なんだけど人狼かもしれないでしょ。あ、俺みんな浮かれてない。配合はねえかなと思ってる。霊能者ってやっぱ釣ってる間に配合はねえかなと思って。占い師さんってめんどくさいから霊能者一角になってほしいと思ってるから、配合は特にねえかなとかと思ってる。もし僕が人狼だったら相方が寝てるってなってるかもしれないから、うん、強人はね、女性でも男性でもね、もし出たら3死よとかになって釣り切られて最後僕釣られて負けでしょ。だから絶対出ないで。分かった？2番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。まあ1番さんが5しろって言ってから6しろって言ったのは、もう俺正面見たらさ、うん、6番と7番の1発言中、ね、1からのプレイヤー、かっこいいの50ってのがついてるから、うん、サブはかなりの商品がついてるから、まあワンカルのプレイヤーだから。人狼とか人外で。あれば、むしろ言い換えでもやってたプレイヤーだから。まあ、一番さん、別にそれで2000人は。わかんない。サブアカがどうして勝率が低いのかもわかんない。中で進行論言ってくれたんだけど、途切れて自分に聞こえてしまったと思うんだけど、普通。それが全部、自分が出るのに何人10パーなんだろう。他で一番さんのなんか様子を聞くところっていうのは、ちょっと見当たらなくて。あんまり読まんって俺の下回ってんだもん。ただ一番さんのその見間違えたっていうのは別に、俺じゃ意外と絶対的な二要素ではないし、焦りもあんまりなかったかなって感じてるんで、人狼で、まあ、一番さんの下回り切ってるのに、あるかなと自分これは気に入ってないんだ、意外と。3番。54% 近い人って。人狼で勝てなくて。まあ、俺も老眼なんでね、6と5見間違うってことあるから、まあ、それは構わへんけど、わざわざ人がやったら言い換えないっていうのはそんなことないと思いますよ。6番にしろという体で話そうと思ってたのに、うん、5番って言っちゃったから言い換えたっていうのはあるから、それだけで信用数足りえへんと思うからね。まあだって1番の話っても何が言いたいか分からへんかった。自分が人狼かもしれない、村目線かもしれないから強人さんは、ね、結局自分が人狼で強人には出んなよって言ってるように聞こえたけどね。巨人潜伏しとけよぐらいの感じだと思ったけどね。この村で良かったです、うん、なんか俺1番から信用素全く感じへんから、2番がそんなその 5,6 言い間違えただけでそこで信用素足りえるって感じるのがすごい不思議やったな。なんか 何言いたいか分からへんかった。1番は結局村の視点として、だって1番が言ったら巨人に出んなって言うとことだけじゃないの。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ちょっと俺2番さんと3 2さんと違って5番白の後に6白っていうのは俺聞こえてなかったんで、まあ俺の把握漏れなんですけど、6白でですね、1番さんは。まあ2番さんのポジティブな取り方も3番さんのスノアの取り方も俺どっちもまあ別に普通だと思うんです。だけど1番さんにこれ以上、俺も別に1番さんの信用とは拾ってないですね。うん、ちょっと変わった人だなっていう印象なんだけど、これ以上一番さんにストレスを死んじゃない死んじゃないって与えても、もし死んだった場合にやりにくくなるんで、一番さんは2周目、グレーの精査しっかりしてください。うん、もう進行はいいから、とりあえずグレーで怪しいとか自分の意見言ってください。まあ霊能にスライドするんだったら勝手にしてくださいっていう印象かな。2番さん、3番さんは、だから、
言ってることは別にそんなに気にならない。自分の言いたいことちゃんと2番さんの意見、3番さんの意見言ってるしね。うん。俺はまた違った意見で言わせてもらうけど、1番にこんなにプレッシャーかけても仕方ないでしょ。以上。5番のプレイヤーが発言します。まあ1番が仮に偽だった場合に、41ロロっていうのはないかなって思いました。てかね、1番さん、別に人外だったらいいんだけど、真だったらちゃんとしてほしいっていうのはありますね。1周目、何を言ってるのか全く分かんなかったし、びっくりするほど。それじゃあ村も混乱するし、変なことは言わないでほしいっていうのが、まあ、率直なお願い。普通にやりたい。で、2番、3番は、あ、2番さんは、1番さんは言い間違い、見間違いじゃなくて、5から6に変えた時になんかこれには理由があるみたいなこと言ってたから、わざとらしい、ん?わざと感はありましたね。なんか1番さんに気になりすぎて、ちょっとグレー、2、3、4にまでちょっと手が回んなかった。2周目以降考察頑張ります。以上。6番のプレイヤーが発言します。占い師です。2番白。まあ、1番人外なんですけど、わかんないっすね。いや、どうなんでしょう。わからんっすね。まあ、2番白っていうことしか分かってなくて、20番のムーブが、もうリア強すぎて、3番から5番の反応を見たときに、分からんっすね。4番が1の発言聞いてなかったから、2、3の意見はどうか分からん。5番が1番深夜だ。まあ、5番が1番1ローだったら相方なさそうだな、ぐらいしか。はい。以上です。にしろね。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。現状を6進1ローっていう感じで見てるかな。霊能です。把握お願いします。1番さんが言ってることって1番さんが狼で、相方に霊能が出てきて、で、狂人が出てきたら困る、3進王になったら困る盤面ですよって言ってるように聞こえたのね。だから、シンプルに6番さん視点も1番さんから白もらってる存在だから、まあ、あって教授、1番さしてもあって教授なわけだし、で、6番さん、2番さん、白で把握なんですけども、今のところはもうほぼほぼそう見てるかなと思ってしまってます。でね、あとは、どうかな、別に、あんまりそれを叩いてもっていうけど、2番さんはそれを何も疑わず、で、3番さんは結構慎重にそれをね、捉えようとしてるから、4番さんもっともっと確かに5番さんの位置が良かった。まだ分かりません。8番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、今日は1番釣りましょう。私騎士なんでもう出ますよ。7番もう1の石切ってるでしょ。だから1打つって1の色見た方がいいんだよ。6のね、占いをね、俺にも飛ばしてはダメだっていう意味も込めてね、こんなにはっきり判別がつくときにはもう行こう、占いから。グレーっていうのはダメだ。まず1吸って色見よう。1が例えば白、結果だったら芯もあるんじゃないかって追えばいいんじゃないの。あ、1芯だったら5番、5番だっけ ?5番は白なんじゃないかって思えばいいんだし。1がローだったら、あ、7番の言う通りだなってなるわけですから、今日は6番芯進行。まあ、とりあえず、まあ、1番の色を見る。そういう進行を取りましょう。だって1の芯を追える人いますか?ってことでね。7番と、まあ、6が死んだった時のためにも私は出ましたよ、騎士としてね。1番釣りましょう。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、まず、あと1番さんの位置になって、もし騎士対抗がいるんだったら出た方がいいかなって思ってますね。私はそこまで6が死んって言い切れるかどうかっていうのはまだ分かんないかな。発言を聞きたいかなって思ってる。率直に思ったのは、私は5番さんからちょっと村要素は取れたかなくらい、なんか芯だったら普通にやってほしかったなっていうの私も思ったから、1番さんの発言の中からね。
何にもこれっていう新要素は取れんかったけど、まあ、言い間違いとかもあったし、うんって思ってたし、言ってることよ、わからんなって思ったから、5番さんが一番素直な感想かなと思ったかな。ね、ちょっと待ってよ。1番さんが出て、2番さんが1番さんに対して結構かばうんじゃないけど、だからその時点で1、2は見えんかったんよね。で、3番さんは、まあ、どうだろう、1番さんに対して、新感情取れなかったっていうのはわかるし、ちょっと待って、時間ないな。とりあえず消したい。1番のプレイヤーが発言します。3番白いですね。あ、3番レノナ、僕カリウドなんだけど。ごめんね、出ちゃったね、カリウド結果的に。じゃなくて、霊能者。一角させてあげたかったんだけど、でも占い師は一角させてあげれた。6番さんが決めてね、今日カリウドから行くのか、霊能から行くのか。221番面、これ初めて僕このケース、霊能者2人でカリウド2人。9番さんでもどうなんだろう、白いのかな。4番さん白かったけどな。人狼だったら僕って強人か惑星か分かんないが、やっぱり8番さんの意見に乗っかると思うよね、9が人狼だったら。1が真か強人か分かんないけど、とりあえずずっと来たいっていう気持ちになると思うから。まあでもとりあえず、近くさせてあげたかったかったんやけどね。僕は8番さん人狼で見てて、ちゃんとクロステイヤーも6番さんがしっかりしてね。僕が6超えしろって言わなかった場合って6番さん死ぬからね。2番のプレイヤーが発言します。まあ、1番、8番については、まあ、正直ごめん、わからないが、でも6番さんにお願いしたいのは、残された村のためにわからない審議の中、6番さんが発言を聞いて、守ってほしい方、8の意見を聞いて投票する。これを俺は6番さんにお願いしたいかなと思ってる。まあ、3、7においても、これもう一回発言聞いて、審議深めて、怪しい方を釣るっていう段階。まあ、4、5、9においては、9番さんの5番さんの発言が理解できるって言ったんだけど、俺は5番さんの1、4がないって言ったその視点とか全然理解ができなかった。1、4に関しては全然あり得た。1、3の方が俺はないなと思ったし、4番さんに関しては正直別にあるなと思ったから、5番さんの発言は分からないのと、その分からないのを9番さんが分かるって言った視点は俺は変かなって思ったね。うん。4番さんは普通というか、なんだろう、どっちつかず、自分はどう感じるっていう発言じゃなかったから、まあ、2、3の精査ぐらいやってたのは。うん。だから、一応がないって言った発言の5番さんの発言は分からなかった、自分は。それを分かるって言った9番さんが怪しさを覚えてるって感じ。まあ、3、7から行くんだけど、もうぜひともこれだけはね、統一8、6番守り、これだけはやめてほしい。これだけはやめてほしい。それだったらまだグレーでもう一回発言聞いた上でやるから、なぜかというと、1、8に人狼が出てるんよ、と思ってるから、カリウドに出るのは狂人じゃなくて、やっぱり人狼だから、そこだけお願いしたいです。3番のプレイヤーが発言します。うん、俺も1、8は進路で8番が偽かなと思ってますね。まあ、6番さんが、クロス指示してもらったらええと思うし、1人は占い守りで、1人は3番、あ、ごめん、2番守りでいいんちゃうかなと思います。今日は3、7、7のランで7番いってください。あ、6番って、まあ、6番さん、比較したからいいんだけど、6番が白もらった時点ですぐ出るんじゃなくて、7、8、9に一郎いるかもしれへんから、まあ、一郎か一強か、まあ、出て、それで、それから出た方が、まあ、なんつうかな。一番がもしそのまま残ってたとしてもね、じゃあ一番視点は6番強人で、7、8、9のがローですね、みたいな視点になるから、結構盤面はつまりやすかったんで、そんなに6番さんも発言伸ばさなかったのに、8番がなんかその位置で出て、これで7番さんも出てるし、とかって、なんで7番が一角したと思ってんのかよくわからんかったし、まあこんな一番芯切れない、芯も、一番ずりだよっていう進行もよくわからんかったし、やっぱ8番が偽かなと。ちょっとね、グレーは難しいけど、俺でも5番の印象良かったけどね。なんか、あ、時間なくなっちゃったみたいな感じのとこは、そのまま素直に喋ってる感じがした。同様に9番も。うん、9番もそうやね。そこまで1番釣る、そうやね。だから8番の意見おかしい。対抗いてるんなら、まあ、7番の対抗も感じてほしかったけどね。だから、消去法やなら4かなとは思うけど、まあ今日は7番からいってくる。
四番のプレイヤーが発言します。うん、そうですね。俺目線の話をまとめさせてもらうと、2が隠し色で、4号がグレーで、2-2で出てるから、新郎新郎だった場合は、最悪の場合2が強靭で、4号がムラムラっていうこともあるんだけど、新郎新郎じゃなかった場合っていうのは、俺確定で5番さん来るの。言ってる意味わかります？だけど、村目線っていうのはここ、霊能ローラーの、いいのかな？推奨なのかな？まあ、6番さんにクロスは任せんだけど、どういう出方してんのか分かんない。そう考えたときに、1番さんがもし白だった場合、1番さんが白だった場合に、狼目線っていうのは強靭が出てるように見えるから、最初はね。まあ、真かもしんないんだけど、1番が。ってなると、占い2枚が、白白の場合って、騎士に狼出たがるから、そうなると騎士に狼がいるってなるんだけど、1番が黒だった場合ね。1番が黒だった場合っていう場合は、破綻、半分破綻してるから、まあ、完璧な破綻ではないんだけど、1番が偽で狼でしょっていうことになるから、それで出てくんのかな、個人とかがわざわざ。どうやろうね。一番いいのは、とりあえず3-7ローラーして、6番さんがグレー一発占い落として、クロスでしっかり6番を守ってもらうっていうのが先決か。どちらにしろここの役職に2枚手をかければ、4号の占い落ちるから。あ、そうか。最悪統一守りでもグレーの色結果って落ちるから、あ、ダメか。それ振動振動だったらダメなのか。そうかそうか。まあまあ、ローラーからいきますか。ちょっとまとまんない。6番さん頼んだ。5番のプレイヤーが発言します。1番さんが死んだった時に、占いに出て、スライドして一角させたいっていうのは新感情に思えた。けど、仮に8番さんが死んだった時に、1番さんって1周目は何言ってるんだかわからない人物で、自分から見ても人外に見えた。そこを釣り押す行為っていうのは、まあ、普通かなって思ってしまった。まあ、18だったら、1の方が真に見えてしまうなっていうのはあるんですけど、37の内訳はちょっと、まあでも、霊能は37で真、強、18が真、老だとは思ってるんですけど、またその逆もしかり、37、でもわからないからな。3番、7番、7番の発言も聞いてどっちに入れるか決めようかと思うんですけど、グレー、まあ、振動、振動はないと思ってるから、4、9、4番さん、4番さんも別、1周目に4が怪しくないって言ったのって、仮に1が偽だった場合に、4番さんは1番さんをすごいかばいに言ってたというか、1番さんが真ならやりづらいからこれ以上突っ込まないようにみたいなこと言って、出たのが、そんなゴリゴリに、LINE 繋いでこないだろうって思って、一応はないだろうって言ったのを、2番さんに突っ込まれてしまって、私は悲しんでます。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、3番から釣ってください。9番占い。まず9番が8番の騎士に対して対抗が出るのに、7番が1枚霊能出て、なんで9番の視点で7の霊能が被らなかったのかわかんない。だから9番、8番っていうことがあったのか。ないし、1番、8番が 100% ない盤面で、1番が狼だと仮定したときに3番はあるよ。3の視点で1番、8番でどういう差異がついたのか。はい、その時9、9強靭ってのは、まず9の色見てからで構わない。8が6守り、1が2守り、3釣り。はい。で、いいと思ってますね。9番は引っかかりまくりですけどね。9番、1番も見えるし。なんで7番が一角すると思ったの、9番。8番に3番が言った、なんで8番占い師が出ないこと分かってんのって言ってるけど。いや、そもそも9番もな、それ。だし、5番に言うけど、いや、1番って5白打ったと6白って言っとって、ほんまにそれが新感情なの？1番のこれが一角させる動きに見えた。見えんけど。
1ミリも。1の芯切ってますよ。はい。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい。私も、というか、なんだろう、1番さんが一角したいためにっていうのが、8番さんと1番さんで、棋士対抗に出た状況で、その発言があったんですけども、なんかそれで、1番さんの方が真に見えるっていうのはどうかなと思っているし、まあ今、1、8の真偽っていうのはいらなくて、絶対的に6番さんしか守るところはないわけじゃないですか。それに対して2番さんが、6番さんを守るべきじゃないって言ってるけど、強靭かなとか思ってる。で、それもあるかな。進路なんじゃないかなと思ってるから、3番さんの色を見たい。ローだったら、ラッキーだなと思ってるし、っていう感じかな。その思考なんだろうと思ったよ。まあ、隠し色なんですけども、っていうところです。はい。あとね、5番さんに関しては、2周目に関しても、やっぱり、なんか村目線、しっかりなんかこう、考えてくれてるなと思いました。3番さん、釣ってください。8番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。もう今日さん釣りですね。なら死んでもいいのかなっていうぐらいの勢いですよ。どうして1番の芯を追うんですかと。あんなもうね、出現レベルでね、もう訳のわかんない発言をしている人間、どこに芯があるんですか。だから私も1釣ってもいいレベルで。むしろね、芯ケアを兼ねて1釣って1の色を見た方がいいっていうふうに思いましたよ。一気に7番が死んだと思ってましたよ、発言内容から。こういうふうに7、3になるとは思わなかったですもん。でもやっぱり3番の発言聞くともう1番をかばっている。本当に7番の通り進路あるかもしれないし、さんずりですよ。6番がね、一つのね、グレー1に一つの色を落とすことって村のためになるんで、私が6番を必ず守りますんで。1番ももうね、つられ1に上がったから逃げたもう人外。うん。どっちなんだろうかわからないけど、クロスはもう答え出るんで。はい。私がね、6を守って、次の日、1は出たら守れないんで、その瞬間もう、8、真偽はつくんで、逆に私が噛まれるんじゃないかなって震えてますね。もう、奈良さんではもう、真偽する必要もないくらい3番がドス黒すぎて、あの1番の真なんかなかったのに、1、8、精査で1の真を追う。もう、悪いんですけども、3番ずりしかないですよ。うん、もう7番死んでおきたいぐらいの勢いです。まあ、ただ、ね、明日になってね、村が野良するっていうなら私はね、あんまり反対ではあるけど、3番とてもじゃないけど死んじゃないと思うんだけどね。まあ、3番いってください。以上です。はい、9番のプレイヤーが発言します。そもそもじゃあ8番さんは7死んでいいって、なんで思えたの？2周目に出てくるかもしれないじゃないって思わなかったかな？まあ、6番さんが私占いって言うのは別にまあいいけど、うん、もったいないなとは思う。苦境ってことはないかなって思ってますね。で、強靭だったら、進路で出てるって分かってるから、グレーから行きたいっていう発言になると思うから。まあ、安直かもしれないけど、今のところ2の強は追ってないから、霊能が新居かなとは思ってる。私は7から行きたいかなって思ってますね。別にどちらでもいいけれど。三番さんの言ってることはマットだと思うよ。6は白もらってるんだったら2周目に出ればいいじゃない。そんなに発言伸びないならって言ってたし。で、あの時点で8番が、1釣りっていうのって私はあんまり飲めないと思うんだよね。そこでなんで8が死んって言えるのかなって思ってる。もし、1番が死んだった時のケアを全くしてないから。そしたら6が偽だったら、本当にもうグレラン大会になっちゃうよ。何が何だかわかんないから。なんでそこで8死んって言えるのかなっていうのがわからない。8の出方と、騎士があそこで出る必要はないと思ってるから、2周目でもよかったじゃない？みんなのもう一回発言聞いて。それでも1が2せって思ったら、そこで1釣りを押せばいいと思ってるからね。あの時点で出るのおかしいなって思ってるよ、騎士が。初日からそうやって出るのは、私は、しんぽくないなって思っちゃってるんよね。まあ、どちらでもいいですけど、私は7から行きたいなって思ってるかな。まあ、どちらでもいいですけどね。まあ、6番が私に、引っかかって占いたいっていうなら占ってもいいけど、白しか出ないからもったいないなって自視点は思います。はい。全部その疑いにはどんな根拠があるのかな。
投票が終了しました。追放されるプレイヤー3番の遺言を発表してください。うん、まあ2番さんやっぱまともやったねって感じですけど、2番さんが言ったのは、1と8が両方6守りっていうのはやめてねって言って、クロス越えやってね、それじゃないと棋士の審議がつかないからっていうことやから、7番はもうめちゃめちゃ履き違えて言ってるだけっていうことね。だから2番強靭してるなんか全くないですけどね、うん、ただ7、8ロロにも見えたけどね、うん、でだからごれね、でもね、6番がね、9番占うとかって言ったら、9番噛まれる発言、可能性もあるからね。さあ、あんまり占いちゃ言わない方がいいですよ。まあ、4かなと思いますね、やっぱり。5期は白いかな、思いますね。で、8番が棋士一角盤面でね、1、6が占い出てるんだったら、1の方が偽っぽいな。かなり偽やなっていうのは分かる。で、1から釣りたいっていう感情も分かるけど、8番がその1で出ることがおかしい。まだ盤面固定してないのに、9番から占いも出るかもしれないのに、3仕様だったのに棋士出てっていうこと、なんか変だったから、情報釣り屋で9番釣ってってなるかもしれないや、9番が占いやったらねって感じ。はい。で、今の7番の2番に対する要素を拾ってても、8番は3番しかドス黒い、3番がドス黒いって、ドス黒い要素何よ。1番が騎士として出た時の偽予想はまだないやんかって。夜が更けました。はい、人狼に。じゃあ6で、6番で、はい、6番で、はい、6番で、6で、6で、6で、はい、66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 
昨夜は1名の方が亡くなりました。6番、7番のプレイヤーが発言します。3番さん白でした。ということで8番さん釣りです。はい、8番さんが3番さん狂人、8番さんが狼でいいです。ごめんなさい。8番さんの相方さんか。ね、難しいな。非常に難しいな。6番さんは多分9番さん占ってくれてるから、2番さんは真っ白だから4、5、8で、5番さんに関しては1周目も2周目も昨日のね、クルオースを拾えてないんだよな。5番さんって4、1番さんがその発言があった時に、4番さんに対しても4、1はないだろうとか、LINE とかもしっかり自分が落とせる精査っていうのをしてた人物だから、とても印象が良かったです。なので、言い方で難しいな。今日8番さん、4か、どっち？5番さんは白やと思ってるから、5番さんの精査っていうのを結構参考にしたいなと思ってるんですけども、で、9番さんに関しても私の方が偽って言ってるけど、9番さん自身、9番さん単体でも私はそんなにクルオースを拾えてないので、9番さんの意見も参考にしたいなと思っています。で、私今日いなくなってしまうので、もう一回最後話せるんで、頑張ってください。はい。8老、3強、ここまでは分かりました。以上。8番のプレイヤーが発言します。ゲーム終わりました。7番は白持ってたんで、だから37が狂人ですね。新居62ロー初日が恋でした。はい、今日2番つってください。7番に手をかける必要すらないです。62でした。私が死んだと思ってグッジョブが起きると思った。そして62は逃げ切ろうとした。でも甘かったですね。私が真の占い師です。まあ私は守る能力などはありません。そして1番を生かし、1番が、生きる体勢を取った。これができる男のプレイです。ま、579の女性陣は惚れないでほしいですね。照れちゃいますね。これが真の占い師のプレイだよ。62ローロー。62。
負けを認めろ。自爆しろ。時間の無駄だ。自爆しろ。無駄なんだよ。もう7番が強人だろうが死んだろうが、もう試合は終わった。2番釣りで終わります。いや、見つけられてよかった。まあ、6番がね、何者かのあれで出てて、2番を囲ってるのかなと。2番の7投票がね、黒かった。占いました。6、2でした。まあ、私に守られると思ったんでしょうね。残念でしたね。まあ、真の占い師の位置が見分けられなかったみたいですね。私の騎士、アーマーが炸裂しましたよ、このゲーム。まあ、579の2人はね、3人か。7番が見えてなかった。579の3人はね、折れないでくれ。今日は2番釣って終わりましょう。以上です。9番のプレイヤーが発言します。これどっち行ったらいいんかな？ちょっと待ってね。8番が狼だとして、6を守るって言ってて、6噛んだら8釣られるよね。ちょっと待ってね。そうすると8強なのかな？言ってることわけわからんし、6はじゃあ地紙したってこと？ちょっと待ってね。8強かな？8が偽っていうのは確かだから、まあ、8行けばいいんけど、8が強なのかローなのかで変わってくると思ってるから。まあ、ちょっと待ってね。6が噛まれてます。まあ、8行った方が安定なのかな。でも7番さん、どうだろうな。どっちだろう。まあ、どっちでもいいけど、どっちから行くべきなんやろ。まあ、2番さん隠しろ、なんか強人もないと思ってるから、まあ、2番さんに合わせればいいかなって思ってるけど、8が狼で、6守るって言って、6噛んで、そしたら絶対8釣られるじゃんね。なんか考えにくいなと思うけど。難しいのはまあ私は3が真だと思ってるよ。3の言ってることが真っ当だから。で、1番は真でしょ？まあ2番さんに合わせるよ。1番のプレイヤーが発言します。8つって明日7つるっていう進行が安定かな。7、8ロールもあるけど、でも発言的には7番さんが今日の5H は絶対6でしょとか言ってたから、7が強靭で1、8のロールをどっちか分かんないから、6、5へしろよっていう風に、まあ、そういう風にね、持ってきたかった強靭に見えるから、今日私釣りになると思うんだけどって意味不明なこと言ってるし、ね、強靭1いないもんね。しかも7番って2番を強靭考察してたけど、2が強靭だったら1、8に人狼がいるわけだから、あの1、8にも人狼いるし、3、7にも人狼いるわけだから、普通に考えてクロス提案とか指示しなくて、6に護衛させて、もうこんなん知覚してるんだから、6護衛させるよとクロス提案とかさせないようにして、するでしょう。だから普通に考えて、2を強靭で見る視点っていうのが、すごく人外理しかないんだけど、なんで7に入れなかったんだろう。しかも9番さんってあの盤面の中で、僕に対して、8がね、1釣りたいって言ったのから、9番が人狼だったら、まあ1が真でも強人でもどっちでもいいわけよ。だから8の意見に狩人がそう言ってんだから、まあそれでも神経を兼ねて1釣りでもいいと思うんだけどって乗っかると思うのね。このね、9番さんが人狼だったらどっちでもいいから、僕が真でも強人でも。それをしなかったのはちょっと村寄りかなって僕は思ってて、しかも5番さんがちょっとね、人狼で僕に対して怒ってるような発言が初日ね見受けられたんよね。ちょっとだけ真だったちゃんとしてって、それってつまり強人だったらしっかりしてよみたいな感じで言ってんのかな。でもわかんないよ。でも4番もおかしいよね。9がグレイチ4号しかいないって言ってるけど、9はって9もあるんだけど、人狼でそんな視点漏れすんのかな。とりあえず8つって7つって9村はじきでしてほしい、僕的には。2番のプレイヤーが発言します。誰かがね、2番の黒王かもしれないっていう状況なんで、しっかり言ってきます。8番目線ね、あの6番強人もあるん、6番強人、2番7番人狼もある中で2番あの充電がね、しましたね。そうそう、8番目線は、そう、6番強人、2番、7番人狼もあるはずないよ。2番を釣って終わるっていう発言自体が、7勝っていうのは、そうなの。ごめん、ごめん。
ごめんだけど、だとしたら、6番、2番人狼で、あの6番噛まなかったいいから、噛まなくていい。あの、偽装グッジョブでも十分だし、潜伏占い師がどこにいるかっていうを探して、そこ噛みに行くよ。まあ、8番釣ってください。まあ、言うても、人外じゃ無理や。はい、8番、いきます。4番のプレイヤーが発言します。お願いします。まあ、申し訳ねえんだけど、まあ、一番さ、今から言っても申し訳ねえんだけど、最初からその、しびしっとした考察落としてくんねえかなっていう話。あの、俺、確かに出現してて、4号だけがグレーって言ったんだけど、違いましたね。9番さんのグレーが俺、対面だったんで、この発言のあれで見えなかったです。申し訳ない。それに突っ込めたのが、今日になっての1番さんのみ。5番さんと9番さんはそれについて話はせず、結局グダグダやってる。もう今日の段階で7、8の内訳なんかどうでもいいし、なんならグレー、もう村目線って4、5、9に絶対1狼いるんですよ。なんでかっていうと8と7ローラーされるから、内訳をいらないんですよ。どちらかといえば8の偽は確定したから8って7。強いて言えばね。そうでしょ。だから今日するのってグレーのどっちなのかって、9番さんその8番と7番がどっちが狂人でどっちが狼でしょうって、いやそこまで分かってんだったらいいんですよ。8番7番ローラーして、じゃあ5番4番4番どっちが狼なのかなっていうことを9番さんは今日しないといけないわけ。1番さんみたいに4番さんおかしかったですよねって、昨日の段階で4号どちらかがグレーで、4番目線5が確定、進路進路なかったら5が確定黒になるんですけどっていう発言おかしいですよねっていうのを9番目線言わないといけない、うん、ぐらいかな。まあ、5番さんの話も聞いてみないとわかんない。5番さんはその俺の出現に対してずっと突っ込んでないし、まあ、それ6番も7番も8番も9番も一緒なんだけど。だから今日になった段階で昨日のやってることって最終盤面に向けて結局グレーが4人で殴り合う形を作ってるわけですから、別にそこの精査もいらないんですよ。村の決め打ちは失敗しちゃったわけだから、騎士のね。もういらないんです。以上。5番のプレイヤーが発言します。あ、4番さんが4号グレーって言ってたの、私てっきり、あの、4番さんが9番さんを白弾きしてて、だから4は5怪しいって言ってるから、っていう見解だった、私は。だから、なんか、何、違和感がなかったから、そこはちょっと、汲み取れなかったのは申し訳ない。まあ、今日8番、8番何言ってるかわかんないし、昨日、1周目だったら完全に1が偽。に見えた、私は。だから1ならしっかりして、真ならしっかりして、だけど2周目に、その、なんだ、占いからの騎士すらっていうムーブは、一角させたいっていうのもわかるから、っていう話をしたら6番に1番のどこが真なんだよって怒られて、何言ってんの、6番と思ってた。だから死ぬんだよ、6番。8番絶対偽だってと思ってる。で、まあ、4級グレイは、わからないけど、まあ、9番さんってもともと8が偽、私も8が偽だと思ってて、9番さんも偽って言ってたから、色が見えてる人物なのか何なのか。まあ、ちょっとまあ、グレイわかんない。4級どっちかわかんないな。まあ、とりあえず8行って7行ってっていう流れでいいと思ってます。以上、全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤー、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。あの、私の相方どこにもいないでしょ。あれ7番白ですし、単7の精査したら7番死んだろ。うん、明らかに7白持ってて、3番7番の精査して3番は人外だったよ、明らかに。ぱっと見ね、18だったら1の方が人外に見えてる方が正しいんだよ。うん、だから7番を7番白持ってて7番はもう俺はもう真起きしてる。で、7番が3白取ってるんだから強人。6、2、ローロー。2番ね、7白の把握漏れてるってところが人外要素。9、4、5にいるとかわけのわかんないこと言ってる暇があったら全員俺押してんだから俺の相方なわけないだろう。
なんか8番を狼に置いてよくわかんないんだけども、7番白なんだよ。8、7釣り切ったって終わんない。7番新進行でね。押せば2縄はあるから、2番釣って終わるから。じゃあ9、4、5のどこか行けばいいじゃん、まず。で、終わんないから。7番残して、最後の2番釣る。押せば勝てる。6、2、ローロなんだっても言ってるでしょ。狼なんだよ。なんだからね、わけのわかんないね、7投票してんだよ。3番の発言聞いて。7だよね、確か投票がね。うん。どこだ。うん。あの、7番を死んだと思ったから潰しにかかってる、ローだよ。うん。俺が死ん占い。6は、グッジョブ、怒れば。6番が圧倒的死んがあるから、占い神なんてしなくてもいいと確率の悪い。それよりは、8番がおそらく死んだろうから、6番を守ってもらえるだろうと踏んだ6、2、ローローです。2番捨ててください。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、変わらず、今日は2番さつります。あー、4、5、9ね。いや、まあ、全然精査ついてない。マジでこれ、ね、完了してなって思ってる。今回に限っては、本来はマジで精査できる自信あるんだけど、あんま聞いてないところもあるから、一の発言は結構大事にしようかなと思ってて、まあ、9番が白く感じた、まあ、9番のなんか2日目、なんかその7番が8番シーンみたいなしっかり言ったことに関して9番ってしっかり突っ込んだと思う。え、それ言ったよね、多分。で、9番ってそれに対してしっかりした突っ込みして7番って言ったから、俺なんかその発言ってのは結構、ああ、なんかそうなのかなと思って俺は7番に入れたよね。はい。まあ、かといって9番の陣を消してるわけじゃないんで、まあ、もちろん4か5が今段階でそうなのかなぐらいな感じなんで、まあ、でもとりあえず今日は7番いきます。はい、4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。もう昨日言いたいことさもう言ったんで、さっさと行きましょう。7番さんに行きます。9番さんは昨日の朝、俺情報更新したいんでお願いします。まあ、5番さんはまあ話聞いたんで、明日9か5決めたいと思います。5番さんは今現時点で4番と9番どっちが怪しいのか、9番さんは現時点で4番と5番どっちが怪しいのか教えてください。以上。5番のプレイヤーが発言します。逆に4番さんが5番と9番どっち怪しいか聞きたかったけどな。まあ、今日7から行くんだけど、8番が8 3、うん、8 8じゃ8ロジックで考えた時に4、8、4、9ともにつながりにくいって考えてたんだけどな。3、3、6、いやーちょっと考えづらいなと思ってるんだけどな。まあでも、まあ、現状9に傾いてますね。やっぱりその2周目で1、8の真偽、何回も言ってるけど1が真なんじゃないか、まあ8が真も、私がね、8が真もあり得るけど、その、なんだろうな、8が偽だと思うって言って9番さんってもうなんか、9番さんなんじゃん、8に対して猛攻撃 ?8、7が怪しいって言ったんだけど、9番さんは。いや困ったな。とりあえず今日は7番行きたいと思ってます。以上。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。丹羽さんしっかりしてください。私が持ってる情報は
3番さんが白だったので3番さんが狂人、8番さんが狼です。だから二人が落ちてる状況、これも把握してください。で、だから6番さんが真、2番さんは確定で白です。で、なので9、4、5誰か難しいな。9番さんも結構それぞれ考察が落ちてるから、ただ今になって6番さんが真じゃなかったっていうのをより8番さんが真だったっていうの人って多分もうほぼほぼない中ででしょ。8もう6番さんが確定で真って分かってる状況でしょから、いやー分かんないや。なんかね、4番さんは白いかなと思ったようにし、9番のプレイヤーが発言します。4番さんに対してアンサー、何を答えればいいんだろう。4が9に触れなかったこと、うん、それは思ってたけど、7、8の内訳って必要だと思ってて、8が狼だったらどことつながるかな、7が狼だったらどことつながるかな、8が狼で6を噛むメリットって何かなって考えるのが普通だと思うけど、いろんな様子をとってちょっと私は5番に傾いてるけど傾いてるけど、私が言い切ったとこがおかしいってこと？だって理があった、結局8偽でしょ？ 8 があそこで騎士名乗って一落としするっておかしいでしょ？もう一瞬発言聞くべきでしょ？それからでよかったじゃない、提示は。だからあの時点で8が出ることは理がないから8が偽なんじゃないか、だから対抗が出てくるんじゃないかって精査は普通だと思うけどね。それが普通だと思えないんだったら視点が違うなって本当に思いますね。はい。7はずっと終始ふわふわしてるし、わからんよ。7が真かもしれんし、7が狼かもしれんし、狂人かもしれないけど、3の言ってることの方が真っ当だと思ってるから、私は7から行きたかった。だから7を真って思えるのがよくわからん。わからんよ。結果間違ってるかもしれないけど、3の言ってることは正しいと思ったよ。はい。7行って5に行こうかなとは今のところ思ってます。はい、以上です。7行きます。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。はい。ですね。まあ、9番さん視点、まあ、3番さんが真に見えてたけども、これってさ、どっちにしても、どう見てんの ?9 番さんってほぼほぼ進路、進行で見てたんだから、別に、もう3と7がどっちがどっちではいらないからと思ってるから、また言ってんのかなと思ったし、で、4番さんと5番さんだったら5歳で5番さんの方に行きたいの。なるほど。まあ、自分が持ってる情報は3番さん、狂人、8番さんが頃、これだけです。で、だから9番さんもなんかそこにさ、溢れるとめっちゃ怪しく感じちゃうけどなっていうところで、別に黒いと思ってるわけじゃないです。わかんないもんね。459でさ、誰が、ただ、縄があるから自分も釣られるしかないなと思って。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターン2番のプレイヤーが発言します。はい、現状4番さんかなと思ってる。まあ、ただね、俺の票は誰にあげるかって言ったら、5番さんにあげる。
うん、5番さんにあげる。俺5番さんの黒は追わない。あ、理由としては、俺は9番さんは、うん、1番さん言っているしって言って、場外若干したんよね。で、村視点で、まあ、2の人狼って多分もう追わないと思ってるんよ。で、その中で、もう俺の票っていうのはすごい大事だと思うよね。その中で俺は9番さんは人狼じゃないんじゃない？それは1番さんが言っているからって言ったんよね。で、まあ、5番さんに関してはそこで、まあ、4番さんの安心視点を覚えつつも9番さんじゃないかなと。あの段階で8番が偽、もう確定している状況において、8番さんが真偽わからないって本当に思ってんじゃないかなと思ったんで、票は5番さんにあげる。正直だから俺からしたら、ちょっと発言聞いてない部分、俺は十分、あ、全然聞けてないから、ちょっと審議できないよね。ただ、自分が村だと信じた1番さんが9番さんはないんじゃないかっていうこの一言を、一周目、最後聞いて、5番さんが人狼ではないって俺は感じたんで、まあ、消去法で現状4番さんには傾いてるんだけれども、俺の意見はね。ただ、5番さんに票を上げるから、5番さんの釣りたい方に俺は投票しようかなと。ただ、決め打たないでほしい。9番の発言も聞いてからのうちで、5番さんの発言聞いて、俺どちらか入れて、俺5番さん村分けするんで、はい。うん、9番さん5番さんって言ってたんだけど、ただだから俺は現状1の発言と5の発言を聞いて4番さんかなって、現状自分の視点だけね、落としとくね。村だよりです。以上。4番のプレイヤーが発言します。うん、まあ2番さんのアンサーは、俺は消去法で4番に入れるって言われてるから、返す言葉もないし、2番さんは4番さんに入れてください、どうぞっていう感じかな。9番さんに関してはだからまた同じこと言ってるんですよね。7番、8番の内訳が大事だと思うんだけどって言ってるけど、だから昨日の段階で7、8ローラーしたことで終わらないって分かったじゃん。だからグレーのセンサーいるんじゃないのって。だからその後1番さんが言ったように4番の出現を拾って攻めることが普通なんじゃないのって。それが号泣どっちもできてないから、どっちか分かんないけど、2日目のあの段階で、それ、俺がミスったのが1日目の話なんだけど、2日目の段階で9番さんって初手で7、8の審議をずっとしてたから、初手っていうかね、最初のところで、え、グレーじゃないの、向けるべき方向はって思って、それについてアンサーくださいって言ってたけど、7、8の審議がいるでしょうみたいなこと言うけど、じゃあ審議出してくださいよ。1番さんの真の狩人が6番っていうところに白を出したところから始まって、6番の真の占い師が2番に白を出して、じゃあそっから狼と狂人はどういうふうに考えて、どういうふうにやってると思いますか。9番さん、9番さんが大事だと思うんだったら、7番さん、8番さんの内訳教えてください。3番さんいいですよ、それに乗りましょう。それに納得できたら5番に入れるし、9番さんの言う7、8の審議っていうか、何で出てるかでしょ。白、黒、何が出てるかっていうのを9番さんが大事って言ってるから、それを落として納得できたら5番に行きます。できなかったら9番行くね。5番のプレイヤーが発言します。まず霊能が、まあ、3が偽って、出方もまあ、強靭目があったなと思って、7が真だと思ってるんだけど、6なんか完全に真でしょ。で、8は偽なんだけど、だから、まあ、9番さんのその精査観点が思考回りしないからわからないと思ってて、言論がおかしくて、私の視点が濁ってるのかもしれないけど、8が1落としが、おかしいっていう薄い要素で、人外って8番さんにフォーカスを向けてる構図、最終4、9、5になった時に、私は4も9もあり得るって考えてるけど、4には平等を向けず、そのフォーカスを5だけに向けてるから、現時点では4、2番さんは4、怪しいって言ってたけど、4番さんが狼だったらもう完敗と思ってるんだけど、9番なんじゃないかなって思ってる。村目がないっていうか、そのライン切りしてたのかなって私は思えてしまっています。9番さんの話も聞くけど、9番さんが村だったら4番の精査もちゃんとしてほしいし、5番の怪しい要素も向けてほしい。それができなかったら、私は9番投票したいと思ってます。以上。9番のプレイヤーが発言します。2番さん、5を村置きするのはやめて、ちゃんと聞いてね。言いたくないこともあるから、そこは言わないでおくけど、5に行きます。はい、4番さんにアンサーすると、8狼、7狂、3神だと思ってるかな。
何回も言ってるけど、5番さん、じゃあなんでそう思ったか言うね。8番さんって私は言ってるけど、あそこで出る利がない、一番を釣り押す意味がわからない、結局偽でしょ。5番さんって5番さんって8番が真に見えたけど、1があの出方したから真っぽいなってふわふわずっとしてたんよね。じゃあ5番目線8の出方、方1に対してどう思ったかってちゃんと言うべきだし、私はちゃんと言ってるよ。8があそこで、初心の段階で1を釣り押すのがおかしいってちゃんと言ってる。2周目に関しても5番さんは、どっちつかずだったよね。8を偽って言えなかったんよね。4番が急に触れなかったこと自体が別にそんなに失言とは思ってないから、私はそこを重要視してないです。はい。2番さん、私来たら負けるので、わからん、4号どっちかわからんけど、私は5が狼だなって思ってるから5に行ってほしいけど、まあ試合終わったら話しますね。これで間違ってたらごめんだけど、ごめん、そしたらごめんだけど5番さんに行く、私はね。はい、負けたらごめんね。私、釣られて。私は村だから。八は真って一瞬でも思えるのがわからん、私はね。はい。まあ、わからんからね。まあ、頑張ったんだね。まあ、答えはもう、神の溝知るんでね。まあ、次の試合行きましょう。長かったっすね。惜しかったじゃねえや。4番が放棄しよう。2番が決めるのか。2番が決めるのか。2番が最終決戦。4番が放棄ってなんだよ、これ。これ8が、本当に残念なシーンで、2が狼とかないよね。待ってね、私に来てるのが、5番さんか。あ、何これ、じゃあ2番さんに決めてもらわなきゃダメなの。あ、違うわ。2番が決める、2番が決める、まだまだ2番が投票権持ってる。あ、4番さんか。2番、違う、2番が投票権持ってる。あ、そういうことか。私は、あ、もうなんかもう言いたくないから、メタにもなるし、だから私は5に行ってほしい。発言でもふわふわ、決めきれなかったのがおかしいと思ってる。8が初週で出てくる理って何？もう一周聞くべきよ。騎士が一周目に出てきて、釣り誘導をかけるなんておかしいし。でしょ？出方がおかしいから太鼓いるんだったらすぐ出てきてって私は言ったんだけど。うん。それだけ。4番さん頑張って精査して。村だったら、あ、4が狼とかある？ 5 番のプレイヤーが発言します。なんかもう、なんかやる気ないなって思ってるんだけど、9番さんがそのメタ要素で5番を釣りをしたいなって、なんかそこまで言ってんだったら今言えばって思ったし、4号の精査どう思ってるのって言ってるのに、4番の精査もしない、5番の黒要素もちゃんと上げない、5番の黒要素ってふわふわしてて、1が真で8が偽ってちゃんと言わなかったところって、私1が真っぽいって発言も残してるし、これ4番がさ、そこら辺捏造しないでほしいって奇数投票狙って放棄したとも取れるから、4番いくんじゃない？来てくれればいいな。別に勝っても負けてもいいけど、2番が決めるから勝ちだと思うけど、から言わないけどっていうのはちょっと、5番は変な発言だけやめとけ。だって2番が決めるから村でも狼でも2番が決めるから、4番が9番で、多分4番の放棄が納得できなければ多分4釣りになるよ。これのプレイヤーが発言します。まあこれで俺の狼は否定されたよね。俺は投票してないんで、2番さんに投票されてるんで、俺は9番と5番の話来たか来たかって、2番は多分4番に来るだろうなって、俺が狼だったら決めてます、高級に入れてね。なんで俺は否定されるはずで、9番さんに思うんだけど、3が強靭で7真の8狼って思うんでしょ。じゃあ昨日の段階でグレー詰めれるんじゃないの？なんであなたはやっぱり7、8の強靭化狼の真偽をつけようとしてたの？そう思うならそれを言ってグレー詰めればいいし、で、9番さんは3真って思ってたんだけど、初日の投票って9番さんって7番入れてますよね。矛盾してない？ 3 番に入れてるのは4、5、7、8。ん？ 4、5、6、7、8か。だから9番さんの初手の投票に俺、だって9番さんって確か、ん？あ、そうか。7に投票するって言ったのか。いや、わかんねえ。もう2番さん決めていいよ。9号どっちでも。
まあ2番がどう決めたかなんだよね。2番がヒーローになれるか、なれないんだよ。だって5番のロックが外れないから、2番が。だから勝ちなんだよ、もう事実上のこれ。まあ、9番も何かのメタを言わなかった。それはフェアプレーだね。2番自身が5番の村を信じてるから、もう勝ちなんだよ。わかんない。5番が変な発言しなければ。私は5だと思ってるけど。5番が勝負したってことだね、厳しい9番に。新っぽいって発言が。まあ、4番の境界線もあれだけど。私はありえないって思ってるよ。まあ、やってくれたね。ありがとう。5だよね。5番ありがとう。うん。危ね。じゃあ、でも8番さんが進化と思ったけどって言ったじゃん、最初。4番の本気の理由は一応納得いくもんだったから。言いましたよね。だけど1も新っぽい。今は白かったか。そこが私はありえないって思ってるんよ。8があそこで新っぽいって思えた要素は何だったの？9番はね、7の新持った方が良かったと思うね。初週から出てきて1を釣り押すってところが新っぽいって思えたのかなって思ってるから。ずっと言ってるんだけど。あ、8があそこで出てきて1を釣り押して、って絶対ないでしょ。4番と5番のあれの要素を持ってたりだ方が良かったのか。そこをちょっとでも8が新っぽいって発言をしたとこがやっぱりおかしいなって思ってるんよ。だけど1にもすり寄ってるでしょ。2番だからそこをずっと言ってるんですけどね。でもまあ結構3分の1で難しい試合だからね。さっきも4分の1だった。8の出方で新っぽいって思えたのがすごいなって私は思ってる。さっきも2番も3分の1バージョンだから33%しか勝てないから66%負けるんだよ。しょうがないんじゃないですか実は。うん。まあよかった。かな。よかった。まあ良かったんじゃないですか、いや勝てて。もうこの場面でほぼほぼ5番の裏が追えなかった時点、5番のローを追わない人が残ってたから決定権持ってたのは、まあ助かったね。5番負け試合だったと思うけど2人がね。あ、でもなんとか5番が逃げ切ったよ。よかったね5番ね。うん、私の役目、キシルで6番噛むっていう、うん、あとは適当なムーブして狼っぽく見せないっていう。で、7番と無駄にライン繋いで7番もロラさせるっていう完璧に、描いていたプランなんで。これ7死んだと思うんだけど、7番も道連れにするための方法は、俺が7番の白を塗れば。はい、あれ、7番強靭かよ。おう、強靭だったな。5かー。